浜根北線は日本国有鉄道及び北海道旅客鉄道が運営していた鉄道路線である。北海道中川郡オトイネップ村のオトイネップ駅で宗谷本線から分岐し、江差市郡中トン町、道郡浜トン町、宗谷郡猿仏村を経て、稚内市の南稚内駅で再び宗谷本線に接続した。 国鉄再建法の施行により1985年8月に第二次特定地方交通線に選定され、JR 北海道に承継されて2年余り後の1989年5月1日に廃止された。線名は、付設されていた地域の両性国名、デ州国と北見国から取られている。なお、特定地方交通線に指定された旧国鉄の路線としては、 最長の路線距離を有していた。北見線を案内する、駅湖線橋の表示。稚内市内の天北線は土地。現在の天北2。日本東地下の南からふとへの連絡鉄道として、建設された宗谷本線の当初のルートである。乙いネップから稚内へは、弟子用線ルートの方が短距離であるにもかかわらず、大きく迂回する北見線ルートが先行し、1922年に、 輪っか内まで全通した。1926年、おといねっぷ南輪っか内間に、より距離の短い手塩線が、幌延経由のルートで開通すると、1930年に、手塩線が、宗谷本線に編入され、おといねっぷ浜とんべつ経由輪っか内の旧来のルートは、北見線として分離された。1942年6月10日には、ところのつけ町が、 市政施行し、北見市となり、網走本線の付け牛駅も、同年10月1日に、北見駅に改称されていたことから、1961年10月1日の全国的な白紙大や改正を機に、北見線は天根北線に改称された。1980年に、国鉄再建法が成立すると、第二次特定地方交通線に指定されたが、 当期の代替輸送に問題があるとして、北海道内の他の町内参戦とともに一時、廃止承認は見送られた。しかし、結局1985年に問題がなくなったとして、追加廃止承認され、国鉄分割民営化後の1989年5月1日に、全線廃止となった。廃止の時点まで、急行、天北が運行されていた。 第3セクター鉄道など他の事業者に運営を引き継ぐことなく優等列車が運行された状態で全線廃止となった路線は国鉄 JR の歴史上当線が初めてである。1989年3月11日改正時点の列車運転本数所在地の自治体名は廃止時点のもの。全駅北海道に所在。1989年から運行されてきた。 大体バスの輸送状況は年々悪化している。年間利用客数も2000年の26万人から2012年には15万8000人と40%近い大幅な利用客減少となっている。悪化事故点に使用されてきた転換交付金が数年のうちに底をつく状況となり、再検索として2011年に声と世に別館を廃止、同区間は 鉄道ルートと関係ない宗谷岬経由に変更した。路線名も、天北宗谷岬線に変更した。これに際して、鬼西別小石館は、猿仏村が国の援助を受け、デマンド自動車を代替として設定。曲がり淵小江戸井館は、かな内市、曲がり淵線として運行されているほか、天北地区、恵北、図王地区住民を呼び、業務客用に、 乗り合いタクシーが設定され、住民は自宅送迎が可能となっている。この結果、小石、曲がりぶちが全く廃止されたことになる。2016年度をメドに特に利用の少ない、オトイネップ中トン別間館の廃止、乗り合いタクシーへの変更を決定したが、沿線自治体の負担額が現行より増えることが判明したためこの計画を見送り、当面は、 バス路線を現行維持することとなった。追い打ちをかけたのが自治体間バスに対する国の補助金の規制強化であった。電気田総谷三崎線はこれまで国土交通省自動車局の幹線バスで輸送量が15人から150人日と見込まれる赤字路線に該当し赤字額の位置にの補填を受けることができた。自治体は補助金の基準を維持するため 会数計を買い支えて輸送密度の基準をクリアさせていた。しかし、会計検査院から平成26年度から27年度分の輸送実態のない買い支えに対する改善措置要求が出された。その結果、天北多層三崎線の買い支えは輸送実態がないとされ、令和元年10月1日から補助金の対象外となった。これを受けて、 経費節減のために2018年10月1日より2便を廃止。2019年10月1日よりさらに5便を廃止し、7便を区間短縮した。2020年1月29日、稚内市は曲がり淵線の3月限りでの廃止を表明した。4月以降は乗り合いタクシーの増便で対応するという、ありがとうございます。